はい、どうも、キョペイちゃんです。今夜コードやっていきましょう。ということで、今回ですけども、明日からね、フェアリーテールコラボが来るんですけど、その前にね、今日から、イベントがね、2つ始まってて、そのうちの1個がね、激アツだったんで、まあ、今回それをね、紹介していこうかなと思います。一応ね、ツイッターの公式アカウントの方からツイートはあったんだけど、多分ね、ツイッターやってない人結構いると思うんで、まあ、一応ね、一応今回紹介していきます。まず一つはこの招き猫のパラシュートなんで、まあ、これはありがたくいただくとして、もう一個が、どれだろうな。俺も今初めて見てるから。ログインボーナスだったと思うんだけど、これだね。これ、ログインボーナス特典。9月29日、今日から10月7日までで、で毎日ログインすると、まず初日がこれか。エンジェルの旅人パックで、で、2日目以降が激アツで、栄光物資勲章、バトルパス勲章、栄光物資、バトルパス、栄光物資、バトルパスって感じで、で合計ね、3回ずつ引けんだよね。栄光物資ガチャ3回と、バトルパスのガチャが3回。だから、金額で言うと、だいたい1200円分ぐらいかな。が、今日からね、毎日ログインすることによって無料で引けると。まあ、お知らせ出てるからね、大丈夫かなと思ったんだけど、ただね、ツイッターやってない人多分結構いるだろうし、まあ、このね、お知らせもバババババってね、飛ばしちゃう人もね、何人かいるかと思ったんで、まあ、一日でもね、ログイン逃しちゃうと、だいぶね、もったいないんで、まあ、今回はね、ちょっと動画にしました。はい。なので、久しぶりにね、神イベなんてね、絶対皆さん忘れずにログインしてほしいなと思います。ただね、うまいなと思ったのが、このね、もみじまくられのガチャが今日までなんだよね。で、栄光物資勲章がもらえるのが、明日だから、これはね、ちょっとね、ただでは引けないんだよな。だから運営のね、強い意志を感じましたね。ただではもみじまくられやらねえぞっていうね。ただ言うてもね、こっちもね、フェラーリとか普通に強いし、まあ、ポルシェ探検家なんかね、最近強化されたばっかりなんで、まあ、この辺ね、無料で当たればね、全然ラッキーかなと。まあ、マセラティも強いしね、思います。で、バトルパス勲章の、専属ガチャあるじゃん。こっちもね、確率自体は、1台あたり 0.043% ってね、結構低いんだけど、でも6台セダンスキンあって、これ合計するとね、0.25% ぐらいにはなるから、まあ、こっちの方がね、ワンチャン当たるかなと思います。まあ、試しに、引いてみようか。勲章確かに3つぐらいあるから、1回タダで引けるね。こうみんなに、希望を与えるガチャになりますように。行くぞ!はい!はい!ごめんって。ごめん。まあ、ただね、ここで外れを引いた、あれによって、もしかしたらね、みんながセダンスキン当たる確率が、ちょっとでもね、上がったかもしんないんで、ぜひ皆さん、無料で、セダンスキン、バイクスキン、ジープスキン、当たることをね、願っております。どんなに時間なくても、ログインだけだったら1分でできると思うんで、まあ、絶対忘れずにね、1日でも欠かすとだいぶもったいないんで、忘れずにログインしてください。バサー。さあ、やっていきましょう。敵が前方に1人。これ、被りそうだな。あー、被りますね。敵、俺に気づいてるか?ブキブキ、お、待って待って。ゴゴロが見えた。おっしゃ、16ゲット。やりに行こう。どこ行った?いた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 。オッケー!一人目ゲッター。後ろでも銃声が。こっちの方でも銃声してんな。上か?そこにいるの?当たらん!オッケーごめん。なんかちょっとギョフった感じになったわ。オッケー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 。おう、ごめん、そんな怒んないで。ありがとう。贈り物ありがとう。さあ、ということでね。初動2キル。これはちょっと美味しいですな。ゆっくり、漁っていきましょうかね。この辺は多分もういなくなったよな、きっと。多分もう被ってないと思うんだ。よし、ゆっくり漁っていきます。出てこないな。くそー、やりへぐったー、マジで。あと一発ぐらいだったと思うんだけどね。出てきてくんないかな。 ありがとうございます。待って、ランボー来た。アンチど真ん中じゃん。ちょっと覗く必要なかった。止まったね。出れない。出てくる。あっちゃ、危ねえ。
危ねえとこだった。あー、いいっすね、物資。オッケー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 、物資美味しかった。あぶねえ。普通にちょっと危なかった、マジで。おー、車来た。アンチがど真ん中だからめっちゃ集まってくるね。あれか、くそ、裏逃げたな。あ、登ってきた。いや、くそ、買い替えたかな。あー、凶暴地も怖いしな。うわ、痛い、やばい。あれはクマッピーですね。60度もいるし、クマッピーは怖いっすよ。一応3ヘルだからね。カーカもシンナガンだったら耐えれるところだけど、怖えな。一発ヘッドもらったらもう終わりだもんな、あの距離で。後ろもいるでしょ、どうするよ。でもあいつやりてえな。でも周りも怖い。周りも怖いけど、あいつもやりたい。やるか、勝負か。やくそ、ちょっと待って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 、下手すとこのちっちゃい塀がさ、通り抜けて落ちてっちゃうからさ。あ、痛い。今のダメか。いけたと思ったよ。相手でも2ヘルだからね、こっちも当たれば一発なんだよな。お互いにヘッドをもらったら終わり。いや、くそ、ダメか。うぃ、緊張感たまんねー。後ろ怖い。アンチちょっとずれたね。あいつ殺して、あそこ取りたい。いや、くそ。オッケー、よし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 。オッケーオッケーオッケー。一旦落ち着こう。行くか。これで、あそこ行けるね、やっと。よし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 。この段階で俺ここ取れたのかなり強くない？まあ、次アンチ入ったらの話だけど。入れ！入れ！よし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 ！これ俺かなり強いぞ。いけるいける。グレランあるし。うん、一人いるよね。あと、後ろに多分一人なんだよな。いたね。裏回る？裏回って、武士あさる？あれ。あさったね。あ、くそ！あ、くそ！胴体2発！希望！俺の希望よ！うわー、くそー、あとちょっと届かないか。でもあいつ出てこれないだろ、多分。後ろ見とこうか。後ろ人いるもんね。あいつ多分出てこれないっしょ。あ、いた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 。OK。まだ来てないよね。勝ったわ、これ。これ勝ったな。さあ、出てこいよ。まだ来てないよね、こっちね。あの一瞬で。
八角だね、これは。パンチも来たし。え、来てないよね。ん？結構もうこの段階だとアンチダメだいぶ痛いはず。あれ？来た？嘘？出てこないな。え、さすがにあの一瞬でこっち来てないよな。回復も入れてるだろうし。え、これこのままアンチアンチダメで終わるんじゃない？もう来てた？いつの間に？下入ったな。駐車場の下か。どこかさえ分かればグレランでやれそうだけど、この下ぐらいにいないかな。多分あの下だと思うんだけどな。まあ一応足音がない。あ、動いた。いた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 。あれやれる。ジャンプ。オッケー。決まった。ジャンピンググレア。気持ちよすぎだろこれ。いやー気持ちいい。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。